線引きながらでしたら、うまく喋りませんでした、次は、花をちょっと一番だけ歌ってみたいと思います。若干音が邪魔です。役に立つか立たないかわからない自分たちを見つけていこう。授業が再開して先生から言われた、今辛いのは苦しむためじゃない。これらの言葉を聞いて、